ユニバーサルキャリアはイギリス陸軍向けに開発された早期式ム用輸送車である。モッパーラブレンガンキャリアとして知られているが必ずしもブレンガンを搭載していたわけではない。第二次世界大戦中人員や物資の輸送、機関銃の搭載車両として連合国軍により多用された。イギリス陸軍キングス連隊のユニバーサルキャリア上から見たユニバーサルキャリアの内部。 後端にファイナルドライブを持つエンジンを車体中央部に配置している構造が伺えるユニバーサルキャリアの設計は1920年代に開発されたカーデンドイドキャリアに影響されている。最初にブレンガンキャリアとしてビッカース・アームストロング社から1936年に発表された。これは多少なりとも異なった様々な派生形を生み出すこととなった。しかし、 単一のモデルとして統一して量産された方が良いということが明白になり、1940年にユニバーサルキャリアが製造された。特に汎用輸送車として量産された。初期のモデルでは操縦士と社長が真横に並んで座る配置であった。操縦席が右で垂直レバー式のステアリングハンドルが備わっている。社長席の前には大井があり、ブレンガンや その他の固定武器を配置し、射撃できるような細いスリットが設けられていた。エンジンは車両の中央に配置され、動輪は後部に配置された。エンジンの両側には空間が設けられており、人員、または物資を搭載、運搬できるようになっている。ユニバーサルキャリアは、不評支援用の共通車台として、ビッカース重機関銃、ブレン軽機関銃、 ボーイズ対戦車ライフル核搭載バージョンや3インチ迫撃砲とその射撃要因を搭載する自走迫撃砲としても使われた。また2ポンド対戦車砲を搭載したバージョンもあった。6ポンド対戦車砲の搭載には無理があり、牽引車として使用された。しかし、後に登場した17ポンド砲は重すぎてユニバーサルキャリアでは牽引できなかった。ユニバーサルキャリアは 前面と側面に武器を搭載できる。消火器弾や榴弾、手榴弾の破片程度であれば防御できる程度の装甲を備えていたが、上面は完全に開いており、また、側面の装甲板も地上に立った人間の肩の高さぐらいまでしかなかった。そのため、日本軍との戦闘の際、日本兵がユニバーサルキャリアに飛び乗って乗員を殺傷した事例も起きている。 関連する車両として、カナダ軍が設計、製造したウィンザーキャリアがある。車体は似ているが、全長が76.2センチメートル長く、天輪を増やしたものとなっている。イギリスで初期型が、ソーニクロフト、モーリスモーター、エイブリングポーター、ベッドフォードビークルズ、センチネルワゴン、フォードイギリスによって製造された。また、ユニバーサル設計になってからは、 ソーニクロフト、エイブリングバーフォード、センチネルワゴン、フォードイギリス、ブーズレイモーターといったメーカーが製造した。イギリス国内だけで約5万7000両が生産された。カナダのフォードカナダでは2万8000両が生産された。他にもオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国など生産国は多数にわたり、詳細な生産数は不明である。ヨーロッパに送られて、 連合軍で幅広く使用された。ソビエト陸軍にも1941年の1945年までの間に2008両がレンドリースされ、主に偵察部隊で用いられた。カナダ軍で使用された、ワスプ火炎放射キャリアにポンド対戦車砲、キャリア3インチ迫撃砲キャリアボービントン、戦車博物館に展示されている、プレイングマンティス試作車。 ラトルン戦車博物館に展示されている火炎放射器を搭載したイスラエル軍による改造車両。ありがとうございます。